吉田愛は東京都八王子市出身のセーリング選手。出生は神奈川県。国立音楽大学附属高等学校、日本大学卒業。2008年から4大会連続で女子4 7 9級のオリンピック代表に選ばれている。2013年よりベネッセセーリングチーム所属。それ以前はアビームコンサルティング人事部所属。旧姓は近藤。 夫は現コー地でもある、吉田優吾。小学1年生でセーリングを始め、大学時代は全日本学生女子選手権3連覇。2006年世界選手権で準優勝。2007年には全日本470級ヨット選手権大会で史上初の女子組による優勝。2008年6月25から29日に、ドイツで行われた、逸話前最後の国際大会。 ヒールウィークで優勝し、鎌田とのペアが世界ランキング1位になる。鎌田直子とのペアは、コンカマと呼ばれた。2008年北京オリンピックでは、10レース中2レースで1位、それ以外は、すべて10位以下と交付調の激しく、全19チーム中14位となった。2008年12月に、鎌田は現役を引退した。鎌田引退後は、田畑若子とペアを組み、 2012年ドンドンオリンピックでは10レースまで終えて総合14人にとどまり最終レース進出を逃した。田畑はその後レーザーラジアル級に移った。2013年度からはアビームコンサルティングを離れベネッセセーリングチームに所属。以降は吉岡美穂とペアを組んでいる。2016年リオデジャネイロオリンピックでは 1> 第1レースから1位を獲得するなど10レース中2レースで1位を獲得し、得意の強風レースでは確実にポイントを稼いだ。最終レースでは銀メダルを狙える位置にいたが、7位フィニッシュと順位を伸ばせず、総合5位で大会を終えた。デンマークのオーフスで開催された2018年世界選手権で女子470級に出場し、このクラスでは 日本初の優勝を果たした。2019年8月に神奈川県江ノ島で行われた世界選手権で銀メダルを獲得。2020年東京オリンピック代表に内定した。2021年に開催された東京オリンピックではメダルレースまでメダルの可能性を残すも総合7位だった。2012年末に吉田優吾と結婚。 2017年6月に長男を出産している。2004年から2020年までの出場大会のみ、記載。ありがとうございます。